千葉ユッツ金近廉です。一番はスリーポイントシュートが自分の武器なので、そこをしっかりと結果として毎試合毎試合コンスタントに決めれるようにやっていきたいと思いますし、その中でもサイズがあるのでリバウンドだったりディフェンスというところでもしっかりとハッスルをしてやっていきたいなと思います。持ち場デッツというトップレベルのチームで1シーズン戦ったというところで、このレベルでプレーをするということが自分の中でもこう当たり前になってきているという感覚があるので、すごく成長できた1年かなと。やっぱり去年5メンバーに選ばれなくて悔しい思いもしてますし、またこうやってチャンスを与えてくれているので、厳しい戦いというか争いにはなると思いますけど、しっかりとメンバーに残ってパリで戦えるように頑張りたいなと思います。